東北大学が下水の成分から向こう1週間に発生する新型コロナの陽性者数を予測するシステムの実証実験を行っています感染の拡大が予想される場合に注意喚起として利用できるなど活用が期待されていますこの実験は東北大学大学院工学研究科の佐野大輔教授が仙台市や北海道大学 山形大学などと共同で研究しているものです使用するのは仙台市内の七割の下水が集まる下水処理場で採取された下水です採取したその日に PCR 検査を行い検出された新型コロナウイルスの量から次の一週間に発生する陽性者の数を予測しますこれは九月から今週までの実験結果をまとめたグラフです 丸が研究による予測値で、三角が実際に発生した陽性者の数です。9月6日、20日、27日の週は予測値が実際の値を上回っていますが、その他の週は予測値と実態、実際の値が概ね一致していることが分かります。予測で。 あの感染者数が次の1週間増えるよといったときには実際、増えていましたし減るよと予測されたときには減っているなどです、ね、傾向としてはだいぶつかめていてです、ねはい、あの悪くない制度ではないかなと考えています佐野教授は陽性者数が増加すると予測された場合に注意喚起として利用できるほか医療機関では必要となる病床の数や 人手を考えるる際に活用できると期待しています第6波で感染者数が増えてきちゃう前にです、ね、下水の方で、まあでしっかり検知して、1週間前にはです、ね、あの警報発信できるようになることが、まあ、ベストですね佐野教授は、毎週月曜日に、翌週の陽性者数の予測をメールで配信するサービスを始めています。 先週発表された予測では今週の陽性者は2人になるということです佐野教授は今後は実証実験を重ね予測の精度を向上させていくほか2週間後の陽性者の予測にも挑戦していきたいと話していました